吉ささん、んジャニーズですか大野さとしさんね確かにジャニーズに入る人って基本的に才能があるというふうに自分で思う人や周りの人が認めた人ジャニーズ事務所が認めた人に限られると思うんですよつまり才能がある人ってワンサがいるわけですよその中で努力する人と継続する人っていうふうにはふるいにかけられて結局は SMAP のメンバーっていうのは 最初は誰が浮かび上がるか分かんなくなった分かんなかった無数のジャニーズの中で、まあ、努力して継続してきたものだけがその SMAP の SMAP の、うん、なんか頭文字のところにいるんじゃないかなと思いですよね、はい、それでね、えー、イギリスのことわざなんですけども、うん、学問なき経験は経験なき学問に勝るっていうのがあるんですよでまさにあのインプットばっかりしててもそのアウトプットをしなければ 同じでですすよよってことなんですよね。だからこうやって動画のやり取りを、まあ、たまに見る人はいると思いますけどももしね億万長者っていう形でお金持ちになりたいと思って見に来たんだったらあの見たり聞いたりするだけじゃなくて今度は見せる聞かせる方に行かなければ経験をする方に行かなければ、まあ、それはあの経験ななな学問っっててこととになってしままうのかなと思います。やっぱりね何もなくてもいいからやり続けることによって生まれるものの方が大きいんだと思うんですよ。 とということで今回はね誰が言ったかわかんないんですけどもイギリスのことわざでお話してみました。